牛乳と混ぜて飲んだら美味しいですよみたいな書いてあったんですけど、そこに蜂蜜もね入れてもいいよって書いてたけど、蜂蜜も入れたわけよ。だからなんか不思議な味になった。入れすぎたのかな私、多分入れすぎだわ。甘々になりましたね。チート甘々になりましたね。なんか絶妙でした。黒蜜いいよね。あ、そっか、黒蜜ときな粉とかね。うん。黒蜜買おうかな。うん、テロップ出します。今度は、うん、ちゃんさんハートありがとうございます。黒糖に詰めると、黒糖は持ってないね、うん、だから黒蜜のさ、なんかペーストあるじゃないですか、最近黒蜜ペーストみたいな、あれをあれと、そう、きな粉ってなんか使いようがないよ。なんかそのパンとか、なんだっけ、ホットケーキとかに合わせたらすんごい美味しいんですけど、ホットケーキとか作んなきゃいけないじゃないですか。まずね、まず作んなきゃいけないので、ちょっとって感じですね。お餅ね、私お餅噛み切れないんですよね。まあ、あの美味しいから食べるんですけど、いっぱい食べれなくて。あ、アイスにかければいいのか。なるほどね。あ、いいじゃん。アイス、バニラアイスにかければいいのか。そういうことで。ホットケーキミックス、ね、あるのよ。あるけど、ちょっとさ、割となんかホットケーキってさ、作った後片付ける結構めんどいじゃん。だからあんま作んないんだよね。か、いっぱい作って、ホットケーキって冷凍できるんですよ、あれ。そう。だからホットケーキをめっちゃ作ってめっちゃ冷凍するってことが多い。めっちゃ作っても一
意外とさ、お腹いっぱいになるじゃん、あれ。だからもう、いや、ほんとボール洗うのめっちゃ大変で、正直。ちょっとから、うん、作んないんだ。うん、食パン美味しそう、絶対美味しい。あのバターかなんか塗ってさ、きな粉かけたら絶対美味しいよね。抹茶アイスね。でも抹茶は抹茶で食べたくない？わかんない。抹茶すごい好きだから。超ダマになっちゃうし、あ、でもね、あれダマになっていいらしいですよ。なんかその正しい作り方みたいなやつをね、調べたんですよ、ちょっと前作った時に。あれなんかその公式のやつにしっかりがっつり混ぜないで、なんかちょっとこうちょっとダマに なんていうのちょっとダマになるぐらいがいいらしいですよ。そうって聞いたね。書いてあった、あの公式の。そうらしいよ。なんかそのままダマになりすぎたらちょっとあの粉のまま焼くことになるからあれだけど、なんかさ、なんていうんだろう、こう回してちょっとポツ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 みたいなであってのがそのままで大丈夫ですみたいなって書いてあったよ。そう、混ぜすぎるとダメらしい。ちょっと待って。ホットケーキの基本の焼き方、裏技。だから先にボールに卵と牛乳を入れて先によく混ぜまして、でそっから、あ、ほら、裏技第2条、ミックスを先に入れちゃうとね、混ぜすぎになっちゃうらしいので、先にボールと牛乳を入れてよく混ぜて、で20回くらいさっくり混ぜます。少しダマが残る程度で OK って書いてある。結構だダマになってるな、この公式のらしい。でフライパンを中火で熱し、蒸れ布巾の上で少し冷まします。まあそんなことしてる、めんどくさ、私めんどく、まあ皆さんもめんどくさがり屋だと思いますので、人間誰しも。でこうバーって普通に焼いて、で泡が出たらすぐに裏返す。これもこの前初めて知った。裏が
じゃあ泡がポップツプツって出てきたらもうすぐ裏返すって。へえー、そうなんだと思いながら見てましたけどね。めんどくさがりに決めつけられて、まだまあね、誰しもめんどくさがり屋ですよ。めんどくさいなという一面があってこそ人間ですからね。焼き面が均一にならんなるように冷ますんで、そうでもめんどくさいですし、あとあのそのまあ一枚焼くならいいんですよ。それね、1枚焼くならまあ1枚のためにもうやりますけど、フライパン冷やしてとか。でもあの量だとさ、そのフライパンにもうあのできる限り詰めるじゃん。わかります、できる限り詰めて焼くじゃん結局のとこ。まあ美味しいからいいのよ、ただ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 。ちゃんさんハートありがとうございます。なんか今日前髪決まんない。油が酸化して焦げないんだよ。でもね、一番いいのはあのまあ、ね、課金というかなんて言うんだろう、あのね、普通に100均にこんぐらいのあのふわふわのパンケーキ作る用のちょっとあのシリコンのねちょっと分厚いこういうやつがあるんですけど、あれで焼いたらもう一発でふっくらした、しかも超美味しいホットケーキできるんで、もう結局のところそれそれってそれ結局のとこ。ててててて、おだいりかわいい。そう、そうらしい。おだいりって、私おだいりの好きなところが、あの、なんて言うんだろう、その順位を狙っていくとかじゃなく、本当に自分が歌いたい曲を歌って勝負するのが好きですね、私は。おだいり。わかる。ハッツ来た。ハッツ何歌う？宇多田が歌うぜって自分で言ってたな。宇多田が歌いたいっていうだけでなんか選曲してしまったぜみたいなこと言ってた気がする。楽しみですね。私はもうツイッターしか見てない。
見てないんですよね。で、サビだけ聞いて、あ、知ってると思って選曲したらしいんですが、他の部分を聞いて難しくて焦っているという情報を入手しましたね。ずいぶん前に。そう、面白いね。寒い。ひらがな。ひらがな。寒っ。ミラ・ジョコビッチみたいな。そっち系。カポネベッチみたいな。知らないか。知ってるよね、カポネベッチ。宇多田は、印象付けるのがうまいんですよ。前もね、リコーダー持って歌ったりとか。だから、印象に残ったらもう勝ちですよね。っていう。印象に残れば歌い声がこう飛んでくるんで、飛んでくるっていうか、あの子はこういうの歌ってたなって。普段はストレートおろしなの私ですか。私はそうですね。ヒカルさ、一人だけめちゃめちゃなんかめっちゃ髪色明るい人おるやん、エイトと思ったらヒカルです。ヒカめっちゃ明るいねっつって、でもこの前染めたって言ったから、多分その後に私会ったんだと思うんですけど。これスクショしとこう。ちょっと喋り方にした日かね。いや多分明るくなりすぎてて、そう歌唱力とかを、ね、いつ会ったんだっけ、全く覚えてないんだけど、いつか会って不意に、で日かめっちゃ髪色明るいやんみたいな、そう染めたって言ってたから、染めたんだと思います。そんな喋り方、そんな喋り方です。いつもは、いつもはね、いつもは、しっかり喋るんですけれども、そう。でも、その、なんて言うんだろう。ひかわーって言うんだけど、いつも。もう絶対、今のめっちゃ似てる。自分で言うけどめっちゃ似てる。ひかわーって言う。え、ひかわっていう喋り方ですけど、いつも。けど、心を許した人にはちょっと犬、ワンちゃんみたいになりますね。さあ、冷めたなーって。わかるでしょ、多分。わかると思うよ。TBS はね、BS、CS? BS、CS じゃないっけ。BS か。CS?
そう。三人称をよく使う。三人称って何？三人称。なんか暗くねー。あ。あ、これでいいか。まあ歌唱力は置いといて、何それ本人の名前を、あ、みーねーみたいな感じ、さやねーみたいな、ひかねーみたいな、なるねーみたいな、広島ドライブでちょっと聞こえてるの、なんだろう、ててミュージカルっぽい、あー鉄やってますからね、鉄サヤリンの鉄をね見に行きたいんです私、だからちょっと時間があるときにサヤリン鉄、なサヤ鉄、サヤ鉄や、サヤ鉄をね見に行きたいな。サヤテツ見に行きたいんですよね。ちょっと横ちゃんのお鉄も見に行きたかったんですけれども、でも舞台をやっておりましてね、私もオープニングナイトっていう舞台をやっておりまして、そう、そうなんですよ。愛媛はねツアーしか行ったことないですね。その愛媛ツアーにねお手伝いでがしていただいて、私そう、でもその時以来だから、しかも次の日まあなんか観光しようかなと思ったんですけど、次の日は、次の日はね予定があったんです、うん、ちょっと、あ、観光したいか、なんかその空港のねみかんジュースをもう飲んで帰ろうとか思ったんですけど、まだ全然空いてなくて、そう、私7時8時ぐらいのなんか電車かなんかに、電車じゃないか、もうちょい遅いか、なんかあのやってなくて、で、あ、積んだなーと思って、もうあの寂しいけど、でもねルンバがお土産くれたんです、みんなに、あのみかんジュース、なんていうやろ、みかんジュース、そのなんかみかんのこういう、そのなんかなんていうやろ、なんかみかんのさ、なんかインゼリーのインゼリーっぽいさ、そういう形のみかんのやつ、そう、
みかん。絶対これはみかんゼリーチューチューって、チューチューゼリー、あ、これこれです。これこれ、なんか違う違う、こういうね、た、田辺製菓さんかな、すみません、こんな感じのこういうやつ、これをねルンバがくれて、あとねお家にマドンナっていう品種あります、マドンナっていう品種ある、マドンナみたいなやつのすんごいちょっと お高いベニマドンナ、それです、ベニモダマドンナをねわざわざお家に送ってくれたんです。もうもう、しかも超おた、あのちょっといいお値段の超おいしい、中がめちゃめちゃオレンジ、多分ねショールームでね食べましたね私。そう、めっちゃ美味しくて秒でなくなりましたね。皮が、そうなんです、めっちゃ薄くて、うんと、めっちゃ美味しいです。日本ですぐに放送を見ている方々は僕より早いですね。僕は、私はまだ三つ子。今ね、今、大西の雪の花ですね。多分。っていうコメントがあるね。でもね、ももちゃんが、ももちゃんと同じ日に私ね、なんて言うやろ、私撮影これの収録をしたんですよ。でずっとももちゃんと一緒にいました。イエイ、ありがとうございます。雪の花はね韓国でも有名ですよね。寒いかもしれないけど、寒い。ベニマドン、あとね、なんかね、なんかめっちゃ、あ、そう、今治タオル、合ってるよね多分。今治タオルのね、今治タオルの普通の、あの普通のタオルなんですけど、あれに名前入りの、みんなね、みんなの名前入りのタオルを一人一人プレゼントしてくれて、もうルンちゃんってなりました。もうみんな、名前入りじゃんつってめっちゃテンション上がって、そう、あのお昼公演と夜公演の間にねくれたんですよ。みんな、あの今だったら多分みんな揃ってるから、これ取って帰ってねって言って、もうびっくり、みんなでびっくり。そうで、みんなでみかんのやつを食べて、今治タオルに感動し、そうでもうテンション上げ上げで来ました、夜公演。そう、でもなんかチームエイト上手くな、チームエイトも上手くなってるなっていうコメントとかあって、嬉しい。なんか
カバもね、歌うまいんですよ。ふわふわだよね。今治ちゃん。あ、バリーさんとかではなく今治ちゃんか。今治タオル、ふわふわでしたね。でもなんか、ちょっと開けるのもったいなくて、開けてない。なんか使うのもったいないじゃないですか。使うのもったいなくて、開けられないよね、自分の名前入りが入ってさ。ツアーの時にもらったタオルとか絶対無理や。で、全然使ってないです。大事に所有してます。大事に所有してます。うん、浜ちゃんはマジで綺麗。浜ちゃんマジで可愛いのよね。いや、ガチ推し推しなんですけど、私浜さゆな。浜ちゃんは隠れ歌うまキャラやと思ってます。私本当にちゃんと歌えばうまいのよ。いつもふざけるからさ、ふざけちゃうからあれなんですけど、使えなよって言われて、確かに使ってないの、使えなよって言いそう。感想、どうだろう。そう、美咲って名前が入ってる、ありがとう。しかもさ、全員の名前が入ってるのやばくない？全員というか、まあ、私なら美咲っていう名前を入れたぶんね、と思った。もう最高って。でみんなが何歌ったのか全然把握してないんだよね。奥本手紙歌ってんの？切れますね。ほんまに切れますわ。痛い。ネモハムルンバ、ネモハムルンバ、どうしましょう。
なんでこの選曲にしたの？すごい今の世間の状況と歌詞がすごい重ねる。そう、重ねるとすごいみんな、なんて言うんだろうな、すごいいい曲だなと思って。うまいですか？私全然見えてないから、ありがとうございます。お、やった、ストリートで歌ってたら投げ銭すると思って、やった、ウンティズルさん、馬スタンプありがとうございます。先生のリアクションが今までと違う、本当ですか？ありがとうございます。チャケルームで歌ってるって聞いて飛んできました。アンコールいいですか？あー多分あれかな、あの歌唱力で歌ミスターが歌ってるっていうのでですが、ショールームで歌ってるわけではないです。ありがとうございます、来ていただいて本当にありがとう。私どういう服装で行った、こういう服装で行きましたね。確かに確かに、ゆうきーさんかな、いいねスタンプありがとうございます。でこの1年での成長力すげー嬉しい。エイトちゃんを褒めてくれる方々が多くて嬉しい。かわいい、ハマちゃんがかわいい。痛い。
もう私はツイッターで知ることしかでよっこらしょできひんのでね。よっ、ちょっともうせ私は腰を痛めるので背筋を伸ばして生活をしようと最近本当に決めました。ハスキー私マジ今さら気づいたんだけど19年生きてきて、あーでもちょっとねかすれちょっとかすれてはあるよね。でもすごい個人的にはもう最初のサビ歌いたかった。本当にこれは本当にめっちゃいい歌詞なんですよ。めちゃめちゃのね、時代は今変わっていく。僕らには未来風が吹いてるか。もう AKB の曲と混じっちゃって。いいよね。時代は今変わっていく。僕たちには願いがある。その涙もその笑顔も全てをつないでいくっていうサビがあるのよ。サビがあるのよ。あれを置いてのなんですけど、長いってこと。まあそりゃそうでね、サビ2回歌うから。そうなんだけど、すごい私頭サビを歌いたくてこの曲を選んだんですけど、チート外れたようですね。はいはい、チート外れたようだ。うん、しょ。めっちゃなんだ、レイちゃんかわいい。ボケが浮かまないと出場しない歌だはずか間違いない。待って、ルンバプロローグ歌ったの知らなかった。ルンバのプロローグ聞いたかった。
ちゃいい。最高やん。ヒカがマリーゴールドだったんだね。なるほど。トレンド入んないかな。大西もかちゃんどこだ。ももちゃんとの写真をあげたいんだけども、どうもといつだったっけ。スノッチさんハートありがとうございます。そうですね、歌った順番はね全然違いますね。私もも、ああ違うわ、誰、チャケの後に歌ったかな。チャケも一緒だったんです。チャケと誰だっけ、かおりちゃんとか、あとももちゃん、大西ですね。あ、あたー、これを載せて。お、ルンテツ見に行きたいですね。ルンバ、そうだな。なんださん、ミラーボールありがとうございます。ももちゃんと、AKB、 AKB、 どうでしょうでしょうか。
オッケー。うな鉄ね。うなちゃん、うなちゃん、うなちゃん、うなちゃんね、私も見に行きたい。初舞台とか初めてですよね。まあマジムリ学園は見にじゃない、マジムリ学園は出てますけれども、主演とかその主要メンバーみたいなのは初めてって言ってたんで、うなちゃんね、だからもうすごいどうしようって言ってました。どうしようって言ってたけど、多分頑張ってると思います。フォローしました、ありがとうございます。あやねちゃんも見たいな。あやてつとかうなてつはいつなんだろう、もうちょっと後か。今あルンバ、ん、ルンバはまだやってないよね。やってるか、やってる、うん、やってる。ハマとサヤはやってるの知ってるけど、知ってるけどね、けどルンバまだやってる？やってないよね。そうだよね。そう、ゆいちゃんが終わっちゃったんだね。卒業、もう千秋楽迎えちゃったから。12月から、あ、12月、わあ、ルンバ大変。12月からなんだね。大変だね、それは。ドッキリ出す予行 YouTube。旅行ね、行きたいね。うんうん、さやとハマがやってんだ、なるほど。で、1月2月ぐらいに、じゃあ1月、年末年始ってことは1月2月ぐらいにうなちゃんたちが出るのかな。
すごい大変だな。行き来してるのは大変ですね。え、振り付けとかステージングラッキー池田さん携わってるんだ。今知った。今誰がいたっけと思って。ヨコちゃんはもう先週楽も書いた。あとルンバとハマとウナとサヤリンとあやねちゃんか。すごいね。そう考えたらすごいですね。5人。12月15日があやね、あやね、あやてつ初日。おお、あやねちゃんもうすぐ？あ、そういうこと？マジ？5人か。スケジュール見よう。他の俳優さんも最高です。かゆ。I'm Nanda from Indonesia. Hi, I'm Saki Ohara from Japan.この小熊さん、菊野さん役の小熊さんって方が、私たちがこう、ついなんていうの、私たちが追加される一個前のオープナイ、夏のオープナイに確か出てらっしゃった方ですよね。確かそうだった気がする。カレンダーを見る。公演カレンダー。あ、でもカレンダー見ても誰が出るとかわかんないのかな。何ちゃんって読むんですか、これは。グマ。でもサヤリンがね、めっちゃもうキャストの皆さんが、アンサンブルとかキャストの皆さんがめっちゃすごいって言うと、アンサンブルじゃない、普通の、あ、リンちゃん、グマリンさん、節約キャストスケジュールは見れるんだ。え、どこから見えるの？なるほどね。全然味方、あったあった。あやねちゃんが15が初日か。え、うなも16が初日なんだ。もうちょっとじゃん、あとちょっとじゃん。そんな、頑張ってうなちゃん。クリスマスうなちゃんじゃん。頑張ってクリスマス。
あやねちゃんが22、23か。あ、じゃあ浜鉄は12時で終わり？そういうことでもない。さやも3日で終わり？そういうことでもない。なのかな？わかんない。30、31がルンバ。あ、ルンバはそこが初めてか。な。へぇー。すごいスケジュール。たたたたたー。リンさんは、本当にうまいと聞いておる。私も。うんうん。一気が終わりだ。あ、なるほど。一気と、まあ、一気が終わるってことはサイリンたちもそこで終わり？そういうことではないかな。いや、あのね、劇場公演じゃなくてね、坊ちゃん劇場の坊ちゃん劇場のやつ、てつちゃんがね、まあ、今ダブルキャストですけど、トリプルキャストだったんですよ。ゆこゆいとさやりんとハマと、そのてどのおてつちゃんがいつ出るかっていうのがスケジュールに入ってるらしくて、それを見ておりました。3期にさやりんたち来る。あ、そうなんだ。3期、今1期か。B 公演は近っぱ以降わかんないな。近っぱ祭り、あ、やだ、近っぱ祭りね、12月12日、12月12日にね、皆様ありがとうございます。ぜひちかっぱ祭りお越しください。ね、マリンメッセ福岡でございます。ちなみに、私のペンライトの推しペンライトカラーは黄色とオレンジですので、チームメイトがね登場して、あ、何色にしようかなって周りに困ってる人がいたら、あ、オレンジと黄色にしたら喜びますよって言ってください。はい、チームメイトの推しの皆さん、みんな結構来てくれると思うんですけど。はい、黄色とオレンジです、私は。ゆきりんさんもおすすめで見た。そう、ゆきりんさんがツイートしてくれた。やった。
基本黄色とオレンジしておけば間違いない、間違いないです、違いないですよ。うん。大竹さん。茶系。カッパ祭り、そう、あ、ちゃけか、うん、どうしよっかな、レジまで言えるか迷ってます。いい、私は前にね、歌唱力決定戦多分出ると思うけど、思うぞ。私何時から始めたっけ、UTD ちゃん配信してるやん。あったけど、どこかいたね。26分で9時半でしょ。12時、うん、10、うん、どうしよう、11時半ぐらいまでしかね、しかね、声出てたね、本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ひだやラーメン食べてる、ちょっと見たいな、面白い。面白い。面白い子ばっかりだな、特にエイトちゃん。To me, everybody's sister group.チャケ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 、こんばんは。うん、もう最近毎日夜ルームしているとなんかネタがなくなってきて、なんかどうしようかなっていう話なんですけど、ポテチでも食べようかな。まあでも昨日ポテチ食べたから、昨日おととい、あ、おとといか、
昨日食べれない。え、食べた。え、食べた。昨日食べてないよね。うんうんうん。久しぶり受ける高校決まったよ。みさきちゃん一番に報告できて嬉しい。いや、おめでとう。おめでとうというか頑張って。高校が受ける高校を決めるだけでもね大変ですからね。私もすごいね悩みましたし、周りの子もすごい悩んでたんでね。すごい行きたい高校が決まっただけでも素晴らしい。でもエアリアルの話してたからエアリアル食べたくなって、この前エアリアル買ってきたんですよ、実は。うん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 、実は実は。実は買ってまいりました。またおかしてるまたは草だけど当たってる。茶がちょうどなくなってやんの。さんに吉野さんって言うね。いや、言われ、もはやね、私一緒にね夜食べてたりしますからね。宇多田と宇多田ポテチ食べようぜっつって、え、食べちゃうって言って、二人でえ、食べちゃうとか言って食べちゃうことがよくありますね。そう、まあちゃんと踊るもんは踊ってるしいいよねとか、毎日歩いてるしいいよねとか言ってはい、全然食べちゃうんですけれども、嬉しいので私はいいねをしていく。でもアニソンカラオケはね、もうちょっと上手に歌いたかったですね、私。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんつぶやいていただいて皆様。うん、ありがとうございまして、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、とってもありがとうございます。ソロコンサートね、できるといいですね。何ですか、共犯関係共犯関係役さん。あ、でもよくあつかちゃんお菓子ポテチ食べたいけどさ、食べるんだけど一緒に食べないっつって、
受験は少し落ち着いたから会いに行ってもいいよってお母さんが評価もらった。嬉しい。ひなちゃんな、ひなちゃんいつ来るんですか。歌唱力の歌の中で誰の歌が一番好きなの。私ね、歌唱力見てないのよ。私あのね、ずっとあのなんだっけ、ツイートで見てます。ツイートで見てるよ今。誰が歌ってるとか全部ツイートで見てますね。ほう。ホムラ歌ったの誰か。リサさんのホムラか。カヨヨンがホムラ歌ったのか。二次元ボックス。どうしようかな。高音披露したしかし、やっぱ高音ってね、すごいね、なんか綺麗に聞こえるんですよ。だからそのまあ、合唱コンクールとかでも高音の曲を歌った方が有利なんですよね、実は。あの学生の皆さんぜひやってみてください。なんだっけなあのさ、タラタラタラタハハハ人生というなのみたいな曲ありますよね。あの曲を歌うクラスが大体ね、上位にいるんですよね、毎年。そうだからあれはね、本当はそれは本結構あるよ。こんばんは、しゅうちゃんさん、初見ありがとうございます。 I'm from はい、 I'm from Indonesia。 イズムンさんかな、わかんない。 イズムンさん、初見ありがとうございます。あなたへ、あなたへかな、違うわ。
あ、これだ。あなたへですね。あなたへってあるじゃん。あなたへ旅立ちに寄せるメッセージっていう。愛と涙をするメッセージっていう。愛と涙そしてするだろう人生と。22時ぐらいになったんだよね。でいつもこの時間が変わるタイミングになるのよ。私は覚えているぜ。覚えているぜ。みんな持ってきたんだ。食べようかな。でも全部食べれない気がする今日は。ババ。これめっちゃ好きなんですこれ。これめっちゃ美味しいよね。これ本当美味しいんですよ。そう。なんか4層になっててサクサク具合が半端ないよってやつ。これやばいよね。私もこれめっちゃ大好きで。けどさ、ま、何円ぐらいだったかな。100でどんぐらいするっけな。110円ぐらいするじゃんこれ確か。これ高いなーって思ったけど、でもめーちゃ美味しいの。そう、あとね、なんかエアリアルっていうぐらいだから、言うぐらいだからっていうおかしいか、エアリアルってついてるぐらいだから納得なんだけど、ちょっとあのなんていうんだろう、ポテチはさ結構バリバリ系じゃん。けどちょっとあの生地もうふわっとしてる。これは美味しいのよ。うまい。もううまいよね。わかる。食べたことないけど、いやこれほんとハマるから、ハマっ、ほんと食べてみてください。けど多分意外と量少ないんだよね、エアリアルって。ほんとエアリアルの開発者の方々見てたら、もうちょっとだけ、まあ、あと 10% ぐらいだけあの増やしていただけると幸いです。はい、見えます？何味？私もずっとチーズが好きですね。うん。あのさ、わかった。あのとんがりコーンの感じと似てる。とんがりコーンのチーズ味っていうイメージ。味の感覚としては 10% 増量出るの。もうね、 10% ぐらい、もうせめて 10% でいいんで、 10% ぐらい増量、まあ、10% したら2粒ぐらいになるかぐらい。
シンプルに寒いんだけど、ちょっと終わり。ちょっとカーディガンを着させてもらいます。美しはい、ありがとうございます。なんかちょっと、まあでも私が薄着なのが悪いんですけどね、これほんとロンティー1枚なんで、なんかめっちゃ薄いんですよこれ。普通に薄いんですけど、ヨコちゃんのロンティーをね毎年着るぜなんで、そう着るぜの私としては、値としては、うん岡田奈々さんうますぎてワイもドライフラワーってめっちゃおもろい。奈々さんは何を歌ってらっしゃるのかな、これは。ドライフラワーか、あ、そういうことか。うん。ドライフラワーね。うん。
Hello, Misaki, how are you? 名前あっち。Good. 前に、生徒さんの時に持ってきた花よくから、いい感じにドライフラワーになりました。ヨガちゃんも、お下がりも欲しいぜの値ですね。私は、そうですね。お下がり待ってまーす。AKB うん、お下がり一応言ってみたけど、どうしたのがいい？いやね、めっちゃ言ってるのよ、もう普通に、うん、そうね、もう会える機会がね、あんまりなくて。うん。本当に、ゆうちゃんは、本当に会ってないですね。まあ、言ってるというか、もうずいぶん、2年前ぐらいに言いましたけど。うん。うん、でも忘れてるね、うんうんうん、まあでも全然卒業しても怒っていただければ、全然怒っていただければ、あの、もう全然ありがたくもらえますわ、本当に。いや、ヨコちゃんの服ってね、すごいね、ドタイプ、めっちゃ好きなんですよ。と、今誰が歌ったんだ、リリーさんが歌い終わった、おー、ノールックでゲットできた、うん、卒業公演ね、出たいけどやっぱ人数がね決まってるよね。そう。だからほんと、なぎちゃんあたりが出ると思うんだよね。ふんふん。まあでも予定が空いたら見に行きたいなとは思ってるけど。そう。なぎさ。とか
って言いそうだね。なぎちゃん、せりちゃん、なぎちゃん、せりちゃん、あ、吉橋ちゃんか。あ、全メンバー終わったんだ。早いな。吉橋ちゃんで最後。オーマイガー。なるちゃん。そう、なるちゃん、なぎちゃん、せいちゃん、ハマ。なるなぎ、絶対、せりか、ハマ。って言いそう。ね、普通に予想。もう私たちも知らないからさ、正直。ハマ。あとは、そうだなぁ。なんかひじちゃんとか来てくれないかなみたいな。ちょっと期待してる、私。まあ来そうだよね。来てくれそうだけど。まあ出はしないか、さすがに。そうだなぁ。でも初期メンちゃん、ひーとか。ひーちゃんとか来そう。いやー来るかな。でもなるなぎは絶対いると思うな。ね、もうあの全然ひっそり見に行きたい、普通に。Can you say hello to me? I'm from Indonesia. Hello. いや、めっちゃ出たいけど、ずっと思ってたけどさ、吉橋ゆずかちゃんってなんでゆずこいっていうの？みんななんかゆずちゃんとかじゃなくてゆずこいっていうじゃん。すんごい面白いなと。ゆずこいって言うじゃんか。なんでゆずこいなんやろ。怪我しメンバー勢ぞろいはもう無理。多分あの怪我例の瞬間から泣きますね。それは本当に、それは本当に泣く。中野郁美とか来てほしいな。フルネームで呼びましたけど、中野郁美とか来てほしい。うん、何よ。あ、のんのんが可愛い天才小雪、ありがとう、ありがとう。ありがとう、湧いた天才。オッケー。やばい。そう、私こっちに足を、まあ、置いちゃうから背骨が曲がるんだよね。背骨曲がってますねって言われた。ちゃんとまっすぐしましょう。皆さんまっすぐね。ああ、末端冷え性、私。あたい。もうめっちゃ、なんか指先冷えるんですよ、指先とか。
これ体質なだけ？体質かな？そよちさん、ハート、なんでさん、ミラーボール。これ言ったっけ？ありがとうございます。ちょっと調べ、本気で調べよう。本気で。本気で調べよう。よいしょ、直す。ジロちゃんさん、ハートありがとうございます。でも最近はね、あの靴下を履いて寝たら全然違いますね。朝寝を、なんか寝起きが全然違いますね。本当にあのモコモコのジェラピケの靴下をいただいたんですけど、あのモコモコの靴下なんて何本あってもいいですからね。ゆずこい、私がドラフト候補生の頃から使われてた。私が、え、ドラフト候補生だったんですか？今知ったんだけど。あ、なるほどね。ゆずちゃんがドラフト候補生の時に使われてたやつね。すんごい、あのゆずちゃんのが言えそうな気もするんだ。面白いね。ガチ恋とゆずをバーンって、まあ面白いね。ね、面白い面白い。冷え性改善法。あ、でも女性の、やっぱ女性なりやすいのね。なりやすいのねって。なりやすいのね。筋肉量が少ない。ああ、もう筋トレしよう毎日。はい、ホルモンバランスが乱れやすい。確かに乱れやすい。ストレスの影響、生活習慣の乱れ。ああ、もう寝よ寝よ。でも今年ね、あんまエアコン、まあ、使ったけどさ、エアコンの効いた室内で冷たいものを食べ、冬場は暖かい室内でゴロゴロと、体の体温調節機能を使わない生活が主流。そのため、もともと備わっていた体温調節機能が低下している人が増えているのです。近年ね。また、ファッション性が優先され、寒い日でも薄手をし、手首、足首、首といった冷えやすいポイントをカバーしないのも冷え性の悪化をさせる原因に。もう、マフラーして手袋して靴下履こう、冬は。首、やっぱ首温めればいいんだね。でも今年というか近年、私ね、エアコンをあんまりね、あの無駄遣いしないんですよ。寝る時だけちょっとつける。薄着が原因で、間違いない。エアコンをねつけてないんです。まあでも、あの窓開け、私まあもともと夏が好きなんで、ね、夏がすごい好きなんですけれども、そうそう、13おめでとうございます。あ、うち13位ですか。ありがとうございます。
ありがとうございます。あら、ほんまや、ありがとうございます。シシシシ、あ、シリじゃないよ。昨日の20、今日の21人の中から15人をまた選ぶんだよね。確かそう、私13位。ありがとうございます、嬉しゅうございます。たた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 、ルンマが11。痛い痛い痛い、本当に痛い。え、サヤリ20、宇多田18、ハマ18、宇多田17、ルンマ11。マジ？お、トレンド入ってる。 AKB48 歌唱力ナンバーワン決定戦。でもね、わかんないよね、審査員さんの好みですからね、こういうの。結局ありがとうございます。結局ね、去年の順位全然わかんねえわ、覚えてない。ハッシュタグつけてない。オーケー。確かに AI だったらね、なんかありますよね、最近の。なんかそう、すごい宇多田とね、去年とかも言ってたんだけど、やっぱなんか上手い下手いっていうよりは個性があるので記憶を残すのと、
記憶に残すのと、まあ、うまいのもあるけど、やっぱ結局審査員さんの好みもあるよねって言ったんだよね。二人でね話してた。確かにあるねって。AI が選んだら、あの、あれみたいになりますよね。あの、なんか、なんだっけ。なんかさ、歌、カラオケの歌うま選手権みたいな。ありますよね、テレビでよく。あれで AI が全部判定して点数をつけるなんて。あれは、それはね、納得するよね。だって AI だもん。結局好みですね、皆さん。皆さんの好みなんですよね。二人とも推しと同じこと言うの、さすが。どういうこと？うん。うん。あとバランスもありますね。絶賛されてもなんか違うなってのもあるっちゃう。皆さん個性それぞれですから、個性も感性もねそれぞれなんで。しんごさんハートありがとうございます。うん、裏入り4位か。すごいすごいすごい。